DB1DB1 は、イギリスの高級スポーツカーメーカー、アストン・マーティンが1948年から1950年まで生産したスポーツカーである。アストン・マーティンが実業家、デビッド・ブラウンの経営となってから、初の生産者であることから後年になって、DB1 と呼ばれているが、当時の正しい社名は、アストン・マーティン2リッタースポーツである。生産台数は十五台に過ぎないが、 日本にも最近になって少なくとも1台が輸入されている。発表は1948年の英国国際モーターショーであった。ベースとなったのはアストン・マーティンのクロードヒルが第二次世界大戦中に開発していたアトムと呼ばれた排気量 1970cc のにドアセダン型試作車で交換チューブフレームに直列4気筒エンジンを備えていた。 1947年にトラクターなどの製造で財を成した実業家デビット・ブラウンが経営権を取得するとこのプロジェクトは実現に向かって動き始める。プロトタイプは1948年のスパフラン・コルシャン24時間レースにエントリーされ初戦にもかかわらず優勝を遂げその性能と耐久性をアピールした。 この車はサイクルフェンダーを持つシングルシーターのレーシングカーであったがブラウンの命令により同じエンジンを用いて開発されたニザスポーツカーが2リットルスポーツとして市販化された。エンジン出力は90馬力と当時の 2000CC クラスでは高性能でくよかな独立式フェンダーを持つ過渡的なデザインの車体が軽量だったこともあって最高速度は 時速 150km に達した。また、このモデルで初めて用いられた3分割式のフロントグリルは今日までアストン・マーティン社のアイデンティティとなっている。1950年には後継者のラゴンダ製直列6気筒エンジンとフェンダーがボディと完全に一体化した近代的なスタイルの DB2 が発表されて世代交代した。ありがとうございます。